はい、うぞうさまでした。美味しかったです。ちょっと残しました。また後で呼ばれます。はい、ということで、多かった。大杉健や、茶は。大杉健やえー、慣れかいな。あの、だいぶ前にね、 コメントでもらったんやけどあの高梨高梨さん高梨さんって普通高梨ですやん高い低いの高いに梨食べる梨の高梨さんじゃなくてね苗字でね小鳥小鳥小さい鳥小さい鳥が遊ぶ 小さい鳥遊ぶその絵書いて「高梨」って読むらしいですよそういう苗字の方がいてはるみたいでね何のこっちゃかななんで小さい鳥遊ぶで「かっこ高梨」って書いてくれてはんねんねどういう意味かな思ってで小さい鳥遊ぶで調べたらそういう苗字の人がおるいうことでんで意味がえー、何やったかい,いな要はうん 小だから高梨え鷹、ー、鷹ね鷹飛ぶ鷹わしとか鷹の鷹イーグルイーグルはわ鷹鷹。がおらんから鷹梨鷹がおらん高梨鷹がおらんから小鳥が遊ぶでな梨らしいですわ。 <laughs> 初めて聞いたしもんねそんなんあるんや思うて私だけ知らんかった高梨さん小鳥遊ぶ高梨さん高しみたいなね、はいまあ、それだけの話やけどそんなんよう知ってはんな思うて私だけかな <laughs> ほんでね別に特に関係ないけどねあの大阪なんか あの大阪のねどっかの会社の社長と二十歳ぐらいの従業員のこのやり取りのなんかおもろい YouTube 上げてる人いてはんねんね。でそこでなんか大阪やからねその大阪独特のそういう地名ってありますね「これ読める,読めるか」みたいなのやって遊んでんねんけど遊んどるんやけどそん中でそん中で言ってそこにはなかったけど。 ちゅうの私中央市場で働いてましたやんそこ、えー、東住吉区の行野らへんですねんねで、ね、そこにあれんさろ ?5 サロか6サロ,六サロもうちょっとふめっちゃ複雑な交差点でかい交差点ありますね5サロかな6サロかようしなんですけどもう青なるやろ思ったら青ならんのかいみたいなどいつ青なんねえみたいな。 そこがね、杭い有事に、えー、全て全全体の全杭い事に全体の全杭全普通杭全って呼びますやんそれがねそこは熊田って呼びますね熊田熊田の交差点熊田の交差点ってね要普通で絶対初めて来はった人は杭全杭全やん。 それは,前夜はね、雲形なんて読むやついてないです。あとね、東大阪の方なんかな。放出って書いてね。放出放出って書いて、あの放出、えー、離れるに出る。放出離れ、離れるに出る。放出。放出って書いて、 えー、花店って呼びますねこれも花店なんて絶対読めんもんね放出で普通にね花店はねあなた車買うみたいな花店中古車センターみたいなねそれがそれで有名ですわ花店ってねあなた車買うへへへ おもろいねねあとね私あの介護してる頃ね会社あったんがねえっとね「遠い遠い里」えー「小さい野原のの」遠「遠い遠い里」「小さい野原のの」だいたいねみんな。 エン,リオノエンリオノとかね言いはんねんけどね遠い里屋がエンリでオノエンリオ斧って言いはんねんけどそれがね「オリオノって言いますね「オリオノ遠い里斧のオリオノってねでもう今はないんですけど昔ねあの「オリオノボール」言うてねあの今はもう何 知りまへんけどオリオノボール言うてねボーリング場があったんですよ。ほんならねあのー、私のお友達がねあのー、普通にね「オリモノボール」言うて「オリモノオリモノボールオリモノボール」言うて「お前それなあのオリオノボールやで」みたいな。はいまあそれだけの話や。 管の話ですん前あしもたまたしゃべりすぎてるわえらいこっちゃえらいこっちゃまたこれボツなるんまたおおまえが課長バイ <laughs> なら倍ならちゃうまだ終われへんえらいこっちゃほんまこれまたアップアップいうのダウンロードいいますの何ていうのかよう分からんですけどこれをね パソコンに落ちへんぞこれも長い間撮,撮ったらスマホでね、うん、せやんズッキーさんにええの思うたんやけど、ね、まだまだ見てないわはよせいっちゃうんねせっかくやのにねすんまそうなかなかあの 変化に対応できへん男なんでねすまへんなほんまに。っていうことで以上かなこれぐらいにしといたろけ。